どうもーも、も、もーはい。いやー、かなさん。かなさん、来ましたね。かなさん、来ちゃいましたね。まぁ、ちょっと今、車の中なんですけど、まぁ、ちょっとね、編集しようかなと。これね、かなさんにいいんじゃないかなと。うん。まぁ、個別この動画、こう、やってるじゃないですか。で、この個別動画の、すごい壮大なプロジェクトが僕あるんですよ。で、壮大なプロジェクトを 2,3 年前僕ちょっと言ったんですよ。で、その講義みたいなあるんですね。で、その 2,3 年か4年前にやったやつなんですけど、アカウントがバンされてしまって、その講義っていうのはなくなったんですよ。だけど、そのお客さんのリクエストで、あれもう一回ちょっとアップしてくれませんかみたいなありまして、でアップしたんですけど、まあ、それが動画残ってるんで、編集してちょっとつなぎますよ。僕のその個別動画への壮大なるプロジェクトですね。だこの輪が広がると YouTube がすごいことになるんじゃないかなと。世界を変える YouTube の使い方ですね。世界を変えていく YouTube の使い方、考え方、これはね、僕はね、ウェーブを起こせる。まあこれ僕がこう伝え続けていけば、まあこれをね TTP してくれて、まあ、やってくれれば、まあでそれをまた伝えて、でそれをやった人がまた伝えてってやれば、結構ねこの YouTube の使い方っていうのがまた新しい、そのいい使い方、今までになかったような使い方っていうのが全世界に広がると、これなんか世界が変わるんじゃないかなっていう壮大なプロジェクトがありますんで、そちらの動画ちょっと今回編集してつなぎますんで、よかったら見てみてください。うん、まあそれ行きましょう。すぐね、僕前説長いんで、いつもつなぎますよ。ちょっとコーヒー飲んでから。いきますよ。どうぞ。こんばんは、吉谷です。本日はですね、心塾というテーマで、パート2になります。ただし今回はですね、見ると5万円はお得になります。5万円お得になります。まあその詳細はまあ最後にお話しさせていただきますので、まず、心塾の、講義の方をしていきたいと思います。お願いします。まあこれは昨日やったのかな、昨日、そうだ昨日かな、いや一昨日か昨日、まあ3夜連続で今ライブ、ゲリラライブやってるんですけれども、まあその心塾っていうのを今塾、うちの IBCA の塾生の森くんと一緒にやらせてもらってるんですね。で、つい最近この本を買いました。静岡セミナー行った時にこの本を買いました。でこれゴルゴ松本さんの、本なんですけど、めちゃくちゃいい本です。なので、まあ、読まれてない方はこれ読んでいただければなと思います。これ本当いいです、めちゃくちゃ。で、ここでゴルゴ塾みたいなのやってたので、まあうち心塾みたいなやってるので、でこのゴルゴ松本さんがなんだ、あ命の授業みたいな感じでテーマで、この本のタイトルがあ命の授業なんですね。よし、いただこうと、あ心の授業ということで、まあ YouTube シリーズでこれ作っていこうと思うんですけれども、まあこの心塾は実際にもうすでに塾生さんいらっしゃるんですけれども、伝えてきた、まあちょっとね、ビジネスよりも話しますけれども、メインはやっぱベースは心を伝えていきたいっていうところがあるので、まあ心塾っていうテーマで、まあ、やらせてもらってます。で、じゃあ本題のちょっと今日話す内容に、移っていきたいと思います。で今日はですね、2セクションに分かれます。僕が1セクション、そして特別ゲストも今日呼んでますので、特別ゲストもいます。特別ゲストは、2部目ですね。1部目は僕の方で話します。でちょっとこれお話しさせていただくんですけど、まあ、心塾のテーマが決まって、まず塾生さんのその森くんとこの前打ち合わせして、テーマが決まったんですけど、まずこれを月収40万と、これはお金ですね。お金は月収40万、稼ぐためには何をするのかっていうのを教えていったらいいんじゃないですかみたいなテーマで決まりました。であとは、
これねすごい壮大な、企画なんですけど、まあ、俺たちが世界を変えると変えるプロジェクト、まあこれをベースに、まあ、あの世界を変えるプロジェクトをやります世界を変えていきます。いや本当にこれがマジで広がれば世界変わるんです。もう絶対もう断言していいんですけれども、世界を変えられます。てか変えます。はい、まあ言うのは自由なんで言わせてください言うのは自由でしょ。自由なんだから世界を僕たちは変えます。まあ日本最初僕あのまあ3月に本出すので情報業界を変えようと思ってたんですよ。でその情報業界を変えるっていうその一段目ですよね。その一石を投すために本の中でもいろいろ書いてるんですけれども、まあ、情報業界を僕は変えようかなと思ってたんですけど、森くんと話したらこれ世界変えられるなと思って世界になりました世界を変えていこうぜみたいなで話盛り上がったんですけど、世界です。もうあの情報業界関係ない、日本関係ない、もう世界です。世界を変えていくと、もう壮大なプロジェクトになります。いやこれね本当マジすごいですからね。もし賛同していただけるなったら賛同していただきたいです。ぜひ本当に世界変えていきますんで。じゃあどうやって世界を変えていくのかっていうところなんですけど、これはですね森くんと打ち合わせをしてた時に、僕はペイフォワードっていう映画を以前見たことがあるんですね。ペイフォワード、だからペイフォワードの映画を見たことがない方いらっしゃるんであるならば、ちょっとペイフォワードの映画見てほしいです。スタイアとかで100円とかで借りれます。多分結構昔の映画なのであれなんですけど、ペイフォワードペイフォワードをちょっと見てほしいです。ペイフォワード、まあねそのね最後のオチがねちょっとかわいそうなんですけれども、そのオチみたいな、マジでみたいな、そうなっちゃうのみたいな、そういうペイフォワードのオチがあるんですけど、来たかと。まあもしペイフォワード見てない方いらっしゃったらちょっと見てほしいです。このペイフォワードをベースに世界を変えていくっていうのが出来上がったんで、これどういうことかっていうと、まあすみません、ペイフォワードの映画見られてない方もいらっしゃるので簡単に説明すると、この映画のストーリーの中でそのまあ授業があって、先生がですね世界を変えるためにはどうすればいいかみたいななんかその難題をその授業でやったわけですよ。である一人の小学生、まあ小学生だと思うんですけど、まあ、うん、子供、ちっちゃい子供がすごいことを考えたと。世界変えるためにこれやればいいんだみたいな。これ何を考えたかっていうと、これが自分で、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、自分が3人に対して、たった3人です。たった3人。3人に対していいことをしようと。もう一度言いますね。自分が3人に対していいことをしようと。その、まあ、ありがとうって言われるようなことをしてこうと。で、それをですよ。それを、この人も3人にやるっていう。この人もそれを3人にやると。この人も3人にやると。で、ここで教わった人もまた3人でやると。まあ、無限連鎖です。わかります？これ。それがペイフォワードっていう映画で、まあ、これをやれば世界は変わると。たった一人が言ったことでも、これ連鎖すれば世界変わるよねと。一人が三人にいいことをすると。すごくシンプルなんですけど、たった一人が三人にいいことして、その三人も三人にいいことする。ただそれだけです。ただそれだけで世界が変わると。素晴らしい映画なんですね。で、僕もすごくその映画見て、あ、すげえなと。確かにそうだなと。確かに変わるよなと。これ本当に実現すれば世界変わると思いませんか？たった一人が三人にいいことして、で、三人がまた三人にいいことする。ね。これ連鎖するんで、世界変わるでしょ、どう考えても。どう考えても変わるんですよ。やればね。じゃあ、この仕組みをどういうふうにするのか。まあ、月収40万とどう絡めていくのかっていうことでちょっと盛り上がったんですけれども、実は僕、まあ今 Facebook 僕止めてるんですけど、個人の。去年 Facebook をバリバリやったんですね。めちゃくちゃ。
で、他の人と僕は Facebook の使い方を全くと言ったらあれかもしれないんですけど、使い方が違います。僕は Facebook っていう SNS を活用して、ある使い方をしました。ある使い方。で、ほとんどの人は、これね、誰でもできるんですけど、やってないんですよ。誰でもできますよ。僕がやったことはすごくシンプルで、誰でもできるんですけど、やってないんですよ。僕が去年 Facebook であることをやって、スマホだけで350万、もう400万ぐらいいったんですけど、まあ400万ぐらいいったんですよ。スマホ。たったスマホだけですよ。スマホあるかな、スマホ。これだけです。これだけで、まあ、400万ぐらいのお金を作ったんですね。400万。で、やったことはこのスマホの入ってる、まあ、アプリ、 Facebook アプリ、まあ、誰でも無料でダウンロードできると思うんですけど、 Facebook アプリ、そしてスマホの機能、動画だったり写真だったりスマホで使える機能を使って、まあ、Facebook を活用していったんですけれども、まあ、それによって400万ぐらいの、お金が入ってきました。2ヶ月ぐらいです。期間はどれぐらいで行ったんですか、吉谷さん。2ヶ月です。2ヶ月で400万ぐらいです。で、僕がやったことってのは何やったかっていうと、 Facebook で、まあ本当、まあ、その連鎖がないんですよ。連鎖はないんですけど、僕がやったことは連鎖はしてないです。連鎖ちょっとしたかな。基本的にやったことっていうのは、僕は3人じゃなくて、もう大量にやりました。何をやったかっていうと、Facebook で、これ僕ですよね、僕。で、これ本当誰でもできますからね。誰でもできるんです。これ Facebook ですね。で、これを、まあ、Facebook ってログインすると、今日この人が誕生日ですよってポップアップで出てくるんです。今日この人が誕生日ですよみたいな。で、僕がやったことは、誕生日ですよって出た人に対して動画を活用してスマホどこ行った、最近物忘れ激しい。これスマホの動画作れるじゃないですか。で、この動画で誕生日おめでとうっていう動画を作って、ここにこうしたんですね。おめでとうと、ただこれだけです。本当にこれだけです。まあ、もちろんコメント返信とかもすごくやってたんですけれども、まあ、これをやりました。他の人やってないんですね。でもやろうと思えばできるじゃないですか。おめでとう言うぐらい できないですか。おめでとう、お誕生日おめでとうと、僕がたった2ヶ月でスマホだけで400万ぐらいの売り上げを作った本当のコアな部分はこれをやっただけです。おめでとうを伝えたと。 Facebook をっていう無料アプリを使って、誰もが持ってるスマホ、これを使って動画を撮影して、お誕生日おめでとうございますみたいな感じの動画を作って送った。ただそれだけです。じゃあその後どういう現象になったかっていうことなんですよ。おめでとうを僕は大量に、やりました。これ全部無料なんです。 Facebook も無料、動画も無料、撮影も無料、わかります？全部無料です。で、おめでとうおめでとうおめでとうってやったことによって、ある一部の人が僕の50万の商品を買っていただきました。こうやって、まあ、ある一部の人が、あ、吉谷さんの商品買いたいです、これ50万円です。これが8人ぐらいに売れて400万です。はい、わかります。マジックもクソもないです。50万っていう商品の単価が8人ぐらいに売れて400万なんです。ただこれだけですよ。本当にシンプル、極限にシンプルに言っちゃうと、やったことはこれなんです。で、これをやれば、ぶっちゃけ言うと、稼げないってことはないです。今回僕が50万っていう単価のものを売りましたけど、でも売ったっていうか、セールスもしてないんですね。セールスも基本ほとんどしてないです。ほとんどしてない。向こうから買いたいです、買いたいです、買いたいですって言っていただいたんですね。で、それ何やってたかっていうと、こういうことをやってただけです。で、こっから世界を変えるプロジェクトなんですけれども、もうこの図を見たらなんとなくイメージできる人はいるかもしれないんですけど、わかります？
おめでとうを伝えて、まあおめでとうとかいつもありがとう、感謝の気持ちでもいいです、いつもありがとうとかおめでとうとか、そういうね気持ちを伝える、ただそれだけです。でそれをこの人たちが分かりましたね、もう言わなくてももう絶対世界変わるだろうっていう、これは僕だけだったんですよ、やったことは。だけどこれみんながやったらすごいことになるなと思ったんですよ。もうペイフォワードのペイフォワードがやったロジックです。でよう分かります、これ何が言いたいかっていうと、僕は400万ぐらい売り上げ作ったわけですよ、これで、このやり方で。分かります。だからそれを教えて、ここのこの人たちがさらにそのやり方を教えて伝えてあげて、それを学んで、でここでまあ何が発生するかっていうと、まあこの人たちがこう行きますよね。でやってったらこう来るんで、吉谷さん、40万のあ50万の商品なんか作れません、大丈夫です、その作り方とか全部教えますから、はい。商品が作れないんだったらアフリエイトすればいいだけの話です。もう一度言いますね、商品が作れなかったらアフリエイトすればいいだけです。でこの前、そうだ昨日かな、そうそうそう、昨日のライブ放送で、あの僕アフリエイトはあんましてないんですけど、まあ知人のチョコスティックパン男っていうのがいるんですけど、その人にちょっと吉田さん紹介してくれませんかっていうこと言われて、まあ5万円の商品になったんですよ。安くないんですね、安くないんですよ。で僕はメールを多分2つか1通です、打って、打ったんですよ。ただ5万円の商品だったんで絶対売れねえだろうなと思ったんですよ。別にもう直です、もう いきなり打ったんで絶対売れないだろうなと思ったんですけど、あの買っていただいた方がいて、5万円ですよ、僕5万円の商品、僕は5万円の商品作ってません、ただやったことは紹介しただけです。でその商品のアフリ報酬が1万円なんですけれども、わかります、商品作らなくても1万円稼げたわけですよ。しかも売れねえんじゃないかなと思ったら買っていただいて、でなんかネットビジネスでなんかなんか 95% の人は5000円すら稼げません。この前自分で商品作らなくてもメール1通か2通か作っただけで、あの1万円稼げました。はい、まあそれはでもこういうことをやってただけなんですね。そのお客さんもいろいろと話、あのメールの内容を見ると、そのまあ、吉谷さんのことを信用して、で吉谷さんのこと合ってるんでとか、そういうここの関係性があったからまあ買っていただいたんですけど、つまり何が言いたいかっていうと、これやっとけばまず帰ってこないってことはまずありえないんですね。僕はこのおめでとうというかね、ありがとう、いつもありがとうっていうのをめちゃめちゃやっただけなんですよ。でもちろん全員がそれに対してあの還元してくれるわけではないですよ。全員が100人おめでとうと100人ありがとう、いつもありがとうって言って100人中100人がまたなんかお金もらうのか、なんかそういうのはあるわけじゃないんですけど、ある一部の人たちがこう来るわけですよ。だからこれを徹底的にやってお金が稼げないってことはまずありえないです。これは偏方性の法則ではないですけど、あのいつもこうなんだろうな、このよくしてる人に対してその人が紹介するんだったらちょっとやってみようかなってなるわけですよね。だからね、なんかね、ネットビジネスってなんか難しく考えてる人は非常に多いかなと思うんですね。で僕も去年の8月から表に出て、その、まあ、ずっと経験があるので、まあ、何やっていこうと思ったんですけれども、まあ、分かってるんで僕はこれやれば絶対稼げるっていうのが、まあ、いろいろ経験してきて、まあ、これ間違いないっていう方法です。もう絶対間違いない、どう書いても間違いないっていう稼ぎ方です。まあ巷に言われてるなんかいろんな稼ぎ方ありますけれども、あのこれで稼げないってことは本当ないと思います。なぜこれイメージすれば分かると思うんですね。多くの人にただありがとうとか感謝の気持ちをインターネットっていう媒体を使って伝えると、それだけなんです。その伝え方をどうやるのかっていう、ただそれだけなんです。じゃあ伝え方どうやるんですか。はい、スマホ1台で稼げます。稼げるというか伝えられるんです。それはスマホ1台あれば本当便利な世の中になりましたよね。僕もそのこれをやったきっかけっていうのは、全国セミナーで車で僕7000キロぐらい回ったんですね。
東京から鹿児島、鹿児島から青森、もうね、魔のトライアングルちゃうかみたいな、7000キロぐらい歩きました。歩いたんじゃない、走りました。で、その時って20日間ぐらいで回ったんですよ。20日間ぐらいで7000キロ。だからね、車でほとんど寝てたんですね。ホテル一度も泊まってないです。なんか、健康ランド的なところは四国に行った時泊まったかな。ほとんど車で寝てました。だからパソコンを使ってこうやるってことはまずちょっとあんまできなかったんですよ。だから車の休憩中にスマホをいじってバーってやってただけです。撮って。ただこれだけです。で、やってたことはこれです。おめでとうとか、ありがとうとか、コメントをありがとうとか、おめでとう。これをひたすらやってたと。もうひたすらそれだけです。ほんとこれだけなんです。で、これをやりきって、一人もですよ、一人もこれがギブがないってことは、帰ってくるって、帰ってこないってことはまずないです。ないんです。これはね、もう断言していいですよ、120%。だから、難しく考えないでほしいかなと僕は思います。これやればまあ稼げるので、で、僕が伝えたいことはちょっと戻しますけど、この仕組みをやりたいと。で、今は去年の僕っていうのはここで終わりだったんですよ。これでここがなかったんですね。ここがで、自分がやって自分が稼げた、俺すごいだろうみたいな終わりだったわけですよ。じゃなくて、今度はその方法を多くの人がみんなに伝えて伝染していくっていう。で、これをやればみんな稼げるじゃないですか。みんな稼げるし、みんなありがとうの輪が広がりますよね。どう思います？感謝の気持ちを伝える、いつもありがとう、コメントありがとう、これをみんながやったらどう思います？こう、ほんと世界変わると思います。だからインターネットの使い方を、もう本当に感謝の気持ちを伝えるツール、もう一度言いますね。インターネットのツールを、自分の感謝の気持ちを伝えるツール、それか祝ってあげるツール、こういうツールの使い方をすれば世界を変えることは僕はできると思います。今インターネットでお金を稼ぐっていうのはなんかね、そういうもんなんかね、違うんですよ、僕が伝えたいことと。なんかちょこちょこやってみたい、もちろんありますよ、もちろんあるんです、そういう稼ぎ方もあるんですけど、僕が本当に伝えたいことはこういうことです。だからそれは、お客さんによってニーズが違うので、僕も、商品売ってるので、お客さんのニーズに合わせた商品を出して売りますよ。それは売りますよ。でも僕が本当に伝えたいことは心塾で教えるようなこういうことです。で、これがいけば本当にね、ビッグなプロジェクトになってくると思ってます。あと1年後2年後3年後どれだけね、月日が経つか分からないです。時間かかるかわからないですけど、僕は一つ言えるのは、他の人と違うところがあります。他の人と違うところが一つあるんですね。それは何かっていうと、やるって自分で決めたい、もうやり続けるっていう、その能力があります。それは負けないです。なぜならば、去年も、365日1日も休まずライブ放送をやりますって言ってやりきりました。1日も休んでないです。証拠動画も全部あります。で、今年も1日も休まずライブ放送23時から、まあ今日も23時からやりますけれども、それやります。で、多分来年もやります。1日も休まず。3年1日も休まずライブ放送やったら、これね、多分勝てる人いないと思いますよ。みんなやらないじゃないですか。だから僕は決めたらやるんです。決断すれば絶対やると。やるんで、これも何年かかるかわからないですけど、これを多くの人に広めていきたいなと。そうすればインターネットの使い方のそもそもの根底が今の使い方と全然違った方向になって、すげえ使い方になると思います。さらに言うと、 Google を巻き込めると僕は思ってます。今 Google が YouTube をめちゃめちゃ力を入れてるんですね。世界の大手 Google が YouTube にめちゃめちゃ力入れて広告費ボコボコ入れてるんですよ。で、今 YouTuber をいっぱいたくさん育てようっていうことで、まあ、YouTuber を使って、まあ、それをなんかテレビ塔にして、テレビ塔じゃない、まあ、キャラクターにして CM バンバン出して YouTube いいよみたいな感じでやってるんですけれども、この YouTube の使い方を広めたら多分ね、 Google も賛同してくれるんじゃないかなと僕は思ってます。 YouTube の新しい使い方です。感謝の気持ちを伝えるツール、それが YouTube。どうですかこれ。
なんかお金を稼ぐためのために使うとかじゃなくて、感謝の気持ちを伝えるツール、これはねもうすげえんじゃないかな。例えばじゃあちょイメージしてほしいんですけど、お金を稼ぐ稼がない以前の問題で、じゃあ世界を変えるプロジェクトだと、じゃあ僕がやったお誕生日おめでとうっていう、たったそれだけでいいですよ。それをちゃんと使いこなしてみんながやったらどう思います？全世界の人がお誕生日おめでとうっていう動画が大量にできるわけですよ。世界変わっていくと思わないですか？もう一度言いますね。 YouTube を使っておめでとうっていう気持ちを、もしくは感謝の気持ちを伝えるツールでみんなが使って、その使い方をみんなが教えて、でそれで使って、またその使い方を覚えた人たちがまたその使い方を教えて、どんどん行くわけですよ。じゃあ YouTube って今多分もう数えきらい何億とか、もうすげえぐらいの動画があるわけですよ。じゃあそれの何パーかでもいいですよ。その何パーかの動画がお誕生日おめでとうみたいな動画になってくれば、これ多分ね世界でもバズってくんじゃないかなと僕思ってます。みんながお誕生日おめでとうと、生まれてきておめでとうと、これすごくないですか？だからこれを僕は日本から発信して、そのうち10年かかるか分かんないです、20年かかるか分からないです、30年かかるか分からないですけど、ずっと発信し続けます。そうしたらどっかのタイミングで絶対僕のメッセージが誰かに通して、多分大きいところが協力してくれる可能性が出てくると思います。だから僕は続けます、やり続けます、このメッセージを伝え続けます。インターネットの使い方の概念を変えると、気持ちを伝えると。でこれのいいところっていうのが、僕も実際にやって思ったんですけれども、距離関係ないんですよ。インターネットの良いところって距離関係ないんですね。例えば僕が、おめでとうっていう動画を作、まあ、いろんな方に撮ったんですけども、海外に住んでる方に対してお誕生日おめでとうっていう動画作ってくれたら、会わなくてもその気持ちを伝えられるんです。もう一度言いますね。海外に住んでようが、どこに住んでようが、その気持ちを動画を使ってこう広めることができれば、距離関係ないんです。でさらに、その動画を受け取った人は、あ、吉谷さんありがとうと、なんか私のために動画作ってくれてありがとうになるわけですよ。だからこのスパイラル僕すごいなと思って、まあ去年僕が実際に Facebook でめちゃめちゃこれやって、それを感じて実際にお金ももらったんですね。で今 Facebook の個人ページは止めてるんですけれども、それでも今 YouTube の、メールに対しての返信動画っていうのは続けてます。で今日も、まあ、5本くらい多分その返信動画っていうのをアップさせてもらいました。で本当直近です、このゲリラライブやる前に僕がメッセージ動画を投げて、さらにそのメッセージ動画に対して返信動画が来ました。これがですね、1時間前です。20時11分です。どんな動画が送られてきたかっていうと、まあ、YF さんっていう方なんですけれども、これです。吉谷拓郎様と、どんな動画が送られてきたかっていうと、ちょっとうるさい、まあ、YF さんっていう方なんですけど、すいません、ちょっとうるさかったですね。こっちだな。はい、これでいきます。そうするという動画に対する返信動画を今見ていたんですけど、長崎に今度吉谷さんが来られるということで、で時間があれば私とも、まあこんな感じです。おさ、もう1時間前に送られてきましたよ。でこの YF さんっていう方はですね、お手紙もいただいたんですけれども、お手紙どこだ？お手紙これですね。お手紙もいただきました。はい。もう、3回かな。カステラを、2回、長崎からカステラを2回送っていただいて、で、今回そのチョコレート、まあ、バレンタインデーっていうことでチョコレートも送っていただいて、3回も長崎からその物を送っていただいたんですね。物を。はい。まあ、手紙もいただいてます。はい。創業120周年の、老舗で長崎で有名なケーキ屋のチョコレートです。ギリチョコですが、よかったら食べてくださいと。
ワイデフさんね。ワイデフさん。はい、ワイデフさん。ワイデフさん、ありがとうございます。はい。いただきました。で僕思うんですけれども、あと、まあ、まだちょっとね、見せ玉があるんですけど、ちょっとね、これ、めちゃくちゃ重いんですけど、ハッピーボックス。まあ、カメラの北村の段ボール箱なんですけど、これ何入ってると思います？ちょっと重いんですけど、もうね、めちゃくちゃ入ってます、食料が。ちょっとね、めちゃ重いです。いろいろ入ってます。いろいろ、はい、いろいろ入ってます、はい、これはここ最近僕がプレゼントでもらった食料です。食料無料でもらいました。無料で送っていただいたりとか、まあ、直接手渡してもらったりとかした食料です。まあ、これあれば2ヶ月ぐらい暮らしていけるんじゃないかなっていうくらい結構あります。で、ネットビジネスとかビジネスで稼げ、まあネットビジネスやら、まあその稼ぎ方によって変わるんですけれども、これがこの前の心塾の最1回目の講義でちょっと言ったんですけれども、多分言ったと思うんですけど、まあ僕は今こういったものをいただいたりとかするんですね。で、お金が稼げませんと。多分お金、僕の、すみません、これは僕の見解ですけど、お金が稼げませんって言ってる人たちは多分ちょっとね、もしこのライブを見てる方でお金が稼げませんって言ってる人もしいるんであるならば、ちょっとね、自分の私生活を思い出してほしいんですね。自分の私生活、多分これはすみません、間違ってたら申し訳ないんですけど、多分ね、ありがとうとかいつもごめんねありがとうみたいなことを多分言ってないと思います。そもそも論として、多分お金が稼げませんって言ってる多分大半の人はその多分ね、これを やってないです。いつもありがとうとかありがとうございますっていうのを多分ね、口に出して言ってないと思います。多分、すいません、これ間違ってたら申し訳ないですけど、いや俺はめちゃめちゃ言ってるよって言ったら申し訳ないですけど、僕のこれは予想です。はい、多分言ってないんじゃないかなと。でこれはあるデータで、前僕ニュース見たんですけれども、タクシーを乗った時にタクシーのおじさんに、乗車ありがとうございますっていう年代はどれぐらいの年代なのかっていうニュースのデータが出てたんですね。その多分調べたんでしょう。でこれちょっとびっくりしたんですけど、年配になればなるほどそのタクシーを降りた時にありがとうって言わないらしいんです。で、なんか若い子たちの方がありがとうって言うらしいんですよ。これなんか矛盾してないですか？最近の若者はみたいな。最近の若者はって言われてる世の中なのにかかわらず、タクシーのその、乗せてくれたありがとうってそのありがとうを言うお客さんがほとんど若い子で、年配になると全然言わないらしいんですよ。僕はそれ聞いて、あ、そのニュース見て、あ、これ言わんとあかんなって。で、僕ももう気をつけて、タクシーに乗った時は、タクシー、まああんま乗る機会なんですけど、まあ乗ったら、まあ僕も運転がすごく好きなんで、まあそういうのもありますけれども、タクシーから降りたらですね、あ、ありがとうございますって言うようにしてます。どうですか？自分が、その、なんだろう、タクシー乗った時、ありがとうございます、乗せていただいてと。なんかそういう気持ち？なんか言ってます？いや俺は言ってるけど稼げねえんだっていう人はすいません、すいません、これはあくまでも僕の見解なので、多分そうなんじゃないかなと。要はお金のその稼ぐって簡単で、ほんと簡単で、もう
もう相互関係でしかないんですよね。自分がいます、相手がいます。お金ってどっから発生しますかってとこで、相手からこうじゃないですか。そうですよね。まあブログアフリエイトでも何でもいいでしょう。あのアクセスする人がいるわけじゃないですか。ロボットがアクセスしてるわけじゃないですよね。誰かがアクセスして、でそのブログを見て広告をクリックするなり、そのブログから申し込みするなり、向こうには人がいるわけですよ。相手がいるわけですよ。どんなジャンルでもほとんどがロボットがアクセスして、ロボットが広告クリックするのか、まあしないじゃないですか。しないんですよね。やってることはブログアフリエイトでも何でも、メルマガアフリエイトでも何でもそうなんですけど、向こうに人がいて、その人が何かしらのアクションをしてお金に変わってくるわけじゃないですか。だからそれが商品を売って買ってくれてお金になるのか、それともアドセンス広告クリックだけで報酬が発生するようなプログラムでもいいでしょう。相手がその広告をクリックして報酬が発生するのかっていう、ただこれだけなんですね。でここをもらうためには何をしなければいけないのかっていう、これだけなんですよ。これこの関係性なんですね。自分が相手に何かをして、その相手がアクションする、この関係性でしかないわけですよ。だから稼げてない人はこれをやってないんですね。これをやってないから稼げるわけないんですよ。この歯車が回らないんです。わかります？この歯車が回らないんです。ここがないから。ここが あればうまく回るんです。だからほとんどの人はここをやってないんです。それは稼げるわけないですよね。例えばじゃあブログ、今ブログアフリエイトの話出たんで、ブログアフリエイトだったらちゃんと記事書いて面白いなっていう記事書かないと、その見てる人はつまんないわけじゃないですかね。例えばまあ、記事もそう、あの量でもそうでしょう。例えばブログアフリエイトが稼げるって言って、じゃあ、50記事ぐらい頑張って書いてみましたと。じゃあ一方では1000記事書いてる人がいるわけですよ。だからどっちの方が価値ありますかと、情報量ありますかと。1000記事書いてる方ですよね。だ僕はネットビジネスを昔からすごく2005年から知ってるので、例えばそのブログアフリエイト、サイトアフリエイトの原型でもうめちゃめちゃ稼いでるサイトがあります。これはちょっと調べてほしいんですけど、 Google とか検索エンジンでギガジンっていう、ちょっとねそのローマ字が書けないです、ギガジン。これはねめちゃめちゃ古い、もうホームページかな、あの昔からあるサイトです。ギガジンっていうサイト、ちょっと出しますね。ギガジンっていうサイト、これギガジンで出てくると思います。あ、出てきますね。ギガジンで検索してください。ギガジンで、これ知らない人は知っといた方がいいです。もう昔から稼ぎ続けてますから、このサイトで大量のトラフィックアクセスがこのサイトあります。で世界のブログなんとか、なんとかね、世界のブログ何千に選ばれたサイトです。これギガジンっていう、これね知らなかったらやばいですよ。このサイトめちゃめちゃ古いですから。はい、まあこれはあのこのサイト行っていただいて見ていただければわかるんですけれども、ですね、この一番下にスクロールするとギガジンについてっていうのがあります。でここのギガジンについてとをクリックすると、2000年4月1日より運営しているサイトですと。2000年、今2016年ですから16年前から運営しているサイトです。で2015年1月時点で約1億32万、1ヶ月のユニークユーザー数は3376万、アクセスユニークね、世界でも最も影響力のある50のブログに選ばれたと。で、まあ、2012年8月時点では月間5億5000万ビュー、5億5000万ですよ。5億5000万のアクセスですよ、月間。このサイト、じゃあこのサイト何やってるんですかって話なんですけれども、基本的にレビューをしてます。レビューを、
その今話題のトレ、今話題のだったりとか、いろんなのをレビューしてるんですけど、このね、サイト見ていただければわかります、作りが。例えばですよ、さっき今これちょっと、Gmail の、なんか紹介してるんですけれども、これ Gmail の記事です。Gmail の強力な機能をなんか使えるなんとかまとめみたいな。で、これどんな記事をやってるかっていうと、これちゃんと細かくわかりやすくキャプチャーして、ここ、こういうふう、ここやるんですよみたいな。設定方法。わかります？こういうね、地味なことをやってますよ。地味な。ちゃんと分かりやすいように。で、ね、でもこのギガジンさんのすごいところは、なんか、そのご飯をレビューする、あの記事もあるんですよ。ご飯をレビュー。で、ご飯をレビューする記事は、いろんな角度から、いろんな角度からめちゃめちゃ撮って写真アップしてるんですよ。だからこのサイトすごいですよ。で、要は、この、昔はこういうサイトだったわけですよ。で、今は時代は進化してどうなってるのかっていうと、この記事の内容らしきものを YouTuber がレビュー動画作ってるだけなんです。わかります？これサイトでやるのか動画で YouTuber みたいにレビューするのかだけの違いなんです。だけの違いなんです。このギガジンを知らない方はちょっとね、一回見てほしいです。もう世界の50選に選ばれてるブログですから、月間5億ですよ。これ知らなかったらやばいですよ。ネットビジネス始めますっつってこれ知らないんだったらやばいと思います。だからじゃあそのサイト、もう16年も稼ぎ続けてるサイトですよ。もう、これ嘘じゃないですよね。これ正真正銘の稼いでる証拠ですよ。継続して永続的にずっと16年間。単発じゃないです。短期じゃないです。ずっとです。16年間の間。何やってるんですかって話なんですよ。じゃあ、このサイトで。じゃあ見ればわかります。ほんとね、詳しく、ちゃんと、あ、頑張って書いてんなってのわかりますから。うん。だから、それもわかります。このギガジンっていうサイトが、相手に対しておもろいコンテンツを提供するから、相手は、その見てる人たちはアクセスして広告をクリックとかするわけじゃないですか。だから稼げるわけですよね。だからここの関係性を理解すると、理解しないとダメなんです。でもそんな難しい記事書けませんよとか、難しいことできませんっていう人がほとんどなので、だったら僕がやったように、誕生日おめでとうとかね、おめでとう、おめでとう動画作ればいいんじゃねえかなっていう話で。いや、これもできないってなったらね、マジでやめた方がいいと思いますよ。おめでとう動画も作れませんみたいな。うん。だってこれね、ほんと誰でもできますからね。とは言っても、そのなんか使い方がわからないとか、スマホの使い方がわからないとか、まあね、いろいろあるわけですよ。まあそれは、その心塾で教えますけれどもね。本編の。はい。ただ概念としては覚えておいてほしいです。で、具体的にまあ、この後ですね、特別ゲストの、ね、まあ、言っちゃいましょう、森くんからね、森くんも今日来てるんで、森くんからもですね、いろいろとね、その、月収40万稼ぐためにはどうすればいいのかと。でも、コンセプトはこういうことです。で、実は、最近なんですけれども、ちょっと事例があるんですね。で、どういう事例かっていうと、この月収40万って実はですね、個人から取ると、これ言っちゃって大丈夫月収40万って言うとちょっと難しいなと思うじゃないですか。これね、実は簡単なのがあって、これもう言っちゃいましょう、もう言っちゃいましょう。おめでとう、この、あ、この、ここまでは理解しましたよね。お金を稼ぐロジックはどういうロジックなのか、もう一度、一応この話、事例を言う前に、お話ししておきますけど、この関係性の歯車が回った時にお金っていうのは入るんです。自分から相手にギブする、そしてギブしたことによってこれが生まれる。これで回ってお金、もしくはお金がもらえるのか、それとも、こんなのがもらえるのか。わかります？これが僕の場合は、佐藤のご飯に変わってるわけですよ。
まあお金ももらってますよ。お金もいただいてますけど、佐藤のご飯に、これ変わってるわけです。佐藤のご飯に、これね、ありがとうございます。佐藤のご飯いただきます。もしくはですね、ボンカレー、あ、サバの味噌煮に変わるわけです。これがね、これをするとサバの味噌煮に変わってくるんですよ。わかります？サバの味噌煮に変わるか金に変わるか、どっちかです。どっちでもいいんですけど、これがこの関係性もあるんです。わかります？じゃあこの関係性を理解した上で、月収40万稼ぐために何をしなければいけないのか、まあこれはちょっともう言っちゃいましょう、言っちゃいましょう。まあやり方があるんですね。あの、もう一発でいきます。一発で、一発で。まあ僕はつい最近、そうだ、つい最近も見せましょう、現場の。まだこれ銀行に入れてないんだ。僕は40万じゃなくて、つい最近ですね、現金でニコニコ50万もらいました。はい、50万はい、50万いただきました。ニコニコ現金払い、まだ銀行に入れてないんですけど、もう入れないとあかんですけど、50万いただきました。40万じゃなくて僕は50万です。はい、じゃあ今からそのロジックをお話しさせていただきますね。どういうことをやればそんな簡単に40万いくのか、簡単で言ったら語弊があるかもしれないですけど、もう現実的にいいです。あの、これ誰からもらうかなんですよ。誰から、ここがすごく重要です。誰からお金をもらうんですか。これがポイントなんです。ここがポイントです。だからじゃあさっきの図をまた書きますね。これ自分がいますよね、自分がいますよね。この相手を誰にするかなんですよ、結論で。ここを、あの、要はお金が持ってない人をターゲットとしたらダメなんです。それお金払えないじゃないですか。わかります？だからここの相手の部分を、お店もしくは今から起業したいと、こういう人にするんです。お店だったり、お店を経営している人だったり、今から起業したいっていう人です。これを相手にするんです。で、この人たちっていうのはお店を経営してるわけですから、お金がない、まあね、もう日の車だっていうことだったらしょうがないですよ。だけど一般の個人に比べると収入はあるお店があるわけですよ。まあ売り上げもうちょっと伸ばしたいなとかね、まあ、あるわけですよ。で、今から起業したいっていう人はもう意欲は満々なんですよ。おっしゃーみたいな、わかります？だから、その、お金なくて稼ぎたいんですよっていう人たちじゃないんです。申し上げますね。お金なくても借金で、うわーみたいな人じゃないんです。もう今がもう向上心抜群。で、もうお店の売り上げが上がるんだったらやりたいとか、まあそういった、あと今から起業したいねんって。そういう人たちはお金を払うんです。だから、そういう人たちに対して、あるものをやるんです。あるものをやると、ドボン、こうなるんです。あるものね。あるものです。あるもの。で、あるものをやると、あるものが返ってくる。まあ、50万返ってきましたよ。だから、ポイントとしては、誰にこの関係性を作るかなんです。で、そうすると、一発で、これくらい取れますから、一発で。わかります？たった一人から僕は50万ですよ、一発で。でもこれは僕は、この人は、この50万もらった人は今から起業した、今からちょっとやチャレンジしたいんだっていう人だったんですよ。この50万を僕にくれた人は、だからもうこうですよね。今から起業したいと、今からちょっといろいろやりたいねんっていう。誰からお金もらいますか。だからそこを間違えると無理です。そこを間違えるとめちゃめちゃきついです。わかります？だから自分がいて相手を誰にするのか。で、この相手を決めた上でピンポイントでこれをやると、あることを。そうすると、お金が来るということですね。終わります。終わります。もうここまでやったらちょっと興味出るんじゃないですか。あるものとは何のか。それはですね、一番最後にお話します。一番最後に。だから引き続き見てくださいね。
このあるものとは何なのか教えますよ。教えますけれども、まあ、ずっと見ていただきたいんで、それは CM の後でみたいなね、はい、CM の後で、はい、まあ、森くんの話が終わった後、ここのあるものをする、あることをするとバカーンみたいな。まあでもここのあることっていうのは、僕が一番最初に話したことがヒントです。もうヒントです。はい。でもこれではないですね。これではないですよ。これではこれもらえないんですよ。さすがに。ここの人たちに。まあもらえるかもしれないですけど、僕がやったことは違います。僕がやったことは違うんです。じゃあその僕がやったことをお伝えしますので、引き続き見てください。はい。ではですね、今ちょうど21時50分ですので、ちょっと5分休憩しまして、21時55分から、引き続き今度は特別ゲスト、森先生からですね、レクチャーの方をいただきますので、ぜひ引き続き聞いていただければなと思います。今何時だ ?50 分ですね。あ、結構30人以上見ていただいてますね。ありがとうございます。じゃあ、次は21時55分ですね。森先生ですよ。すごい先生出てきますよ。やばいですよ。森先生。森先生出てきちゃいますからね。はい。持って、森。はい、ということで、21時55分から放送しますので、このまま切らずにお待ちください。講義の方を見ていただきありがとうございました。